パンをかじりながらビール飲むとかあれにちょっと向いてる感じ。これは大当たり。あ、もう1位出たの。あのパン、これパンまだ食べてないどうも、かまいたちです。ぶすこい、ぶすこい、ぶすこい、ぶすこい。さあ、本日は、はい、新作コンビニパン。おい、どんどん出てくるから。出てるね、うん、確かに食べてないね。いいや、オフ感を楽しんでる。いや、そう、俺の YouTube で俺のオフ感を、ちょっと冷えそうに忘れちゃって。あ、そんな新作、これいいや。厚切りハムカツ。ファミマが推してるよね、今、コッペパン。コッペパンシリーズね、うん、コロッケ&卵。コロッケ卵なんか一番ええやん。卵パンもコロッケパンも両方美味しいねやから間違いない。いただきます。ハムカツやん。当たり、大当たり、うん、これは大当たり。あ、もう1位出たと、うん、どこのコンビニかなんか覚えてないけど、うん、あのハムカツのパンあったやん。もっと薄いやつ、ちょっと卵も入っててハムカツが真ん中に入っててみたいな。サンドイッチ系じゃなくて、いや、このこういうパンのやつで。わかる、森氏。どっかであったやん、昔。今もあるかわかんないけど、うん、俺あれめっちゃ好きやって、その味をすごい踏襲してる。で、プラスハムがハムカツがめっちゃ分厚いから。1位、これ1位。1位、え1位が乱立してる。これのコッペパンの卵のやつもよう食べててんけど、うんうんうん、俺コロッケめっちゃ好きやねん、うん、卵とコロッケ抜群ですね。うまい。コロッケパンって値段安いよな、これにせよ。他の156円、このボリュームで。だってハムカツは安すぎ、238円だもん。じゃあコロッケパンや。安いよな。じゃあコロッケパンや。いや、じゃあっていうか、まあ味味優先やけど、好み、うん、安すぎ、安すぎ。新作、新作も。あ、新作も、うん、ちょっと1位出ちゃってんけど、どうしよう。いや、同じくこういうトリッキーなのいってみようか。ちぎり黒糖蒸しパン、沖縄黒糖。いいね、黒糖蒸しパン、うまそう。フォルムがやばい。あ、いいね、いいね、いいね、うまそう。しかも、うん、縦にちぎるってこと。ラインで言うと、ラインで言うとちょっと縦ちぎりしてる。縦ちぎり推薦なん、これ。あ、まあまあまあ、でも、まあ、ほんまにこういうちぎり方なの。うまいな、うまい、うまい、うまい、もっちもち、うん、あ、これうまいね。めっちゃ黒糖、めっちゃ黒糖の味で、もうもっちもちです。うまいな、これいいね。同率1位まあ惣菜系とちょっと甘系のパンやからな、うん、そういう意味で言うと俺このもっちりとしたチョコパンに行こうかな。あ、これ系好きやわ。あの感じのチョコの味してくれ。思い描いてるあ、思い描いてるチョコの匂いや。わかる、思いてる、お、描いて、あ、もうダメだったわ。あんだけ事前に振っといてめちゃくちゃ噛んでるわ。思い描いてるチョコの味や。あ、これもうまいわ、好き。なんか朝食パン、うん、子供食べるのめっちゃパン多いからコンビニパンを結構買ってんねんけど、うん、これ系好きやねんな。うまい、 もっちもち系の。これも絶対好きやねん。芋、お芋、お芋っていうか、このこれがこういうフォルムが、蒸し系が、うん、マフィン系の。好き、勝手なイメージやけど健康にも良さそうやあ、めっちゃお芋、お芋のこのカットしたやつもゴロゴロ系、うん、芋の甘さですよね。多分この4つをギューってしたらこんぐらいになるから。そんなふわふわな、そんなふわ、うん、スポンジやん。ギューってできると、こんぐらいにできる、4つで。水と洗剤つけたら食器洗いそう。食器洗いそう、スポンジやん、うん、アメリカでドラマになってそう。スポンジボブやスポンジボブめっちゃ見てんねんけど。あ、そう、息子、あれなん、どういう漫画あれ。いや、内容知らんねんけど、めっちゃ斬新すぎて、もう発想が飛びまくってるよ。見たことある？いや、
もうなんか子供が見ていいのっていうシーンとかもあったり、過激なんや、結構過激なアメリカのアニメってそれ結構あるよな。いやあるある、すごいなっていう。ノコギリとか持ってたんで、チェーンソーみたいなスポンジを持って、それは持ってないか、まだ別に。チェーンソー持ってないけど、うん、持つ回とか全然あると思う。なんか打ったりとか、クシャーンってなったり、でもまた次復活してたりとか、そういう自由すぎる。あれは良くない。子供に。早い。早い。これ行ってみようかな。卵ドーナツ。棒パン。しっかりめの。あ、買った。はい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 。はいはいはい。わかるわ。ミスドで言うとみたいなことやな、うん、めっちゃうまいねあの俺さ、山崎のバラの形したなんかローズなんとかパンみたいな、砂糖コーティングされたカチカチのドーナツみたいな、あれ好きやねんけど、似てる。あれよりもうちょっと 軽いかな。うまい。卵感があるってこと。 あんま甘いすぎなさそうなパンですよね。あ、でもちゃんと 甘いよ。甘さはちゃんと甘いけど、軽いサーターアンダギーみたいな。あ、分からん、うんうん、あ、ぽい、うん、ぽいぽいぽい。そのネーミングの方がいいかもな。卵ドーナツ、軽いサーターアンダギー。軽いサーター、分かりやすいね、うん、これはどこのやつ。ミニストップ。これはうまいね。バナナブレッド、ローソンかな。すっごい匂い。バナナ、すっごいバナナ。おー、すっごいバナナ。お願いします。すっごいイチゴ。意外。この見た目であの匂いやのにすっごいイチゴ。意外。なんだ。もう全部ば全部バナ。イチゴ米。イチゴ米。全然イメージ違う。バナナパンや思ってたら。イチゴ米ですね。うん、すごい。強烈バナナ。強烈。全部全生地にバナナが練り込んである感じ。美味しい。ふんわり系です。俺これ系絶対自分じゃ手に取らんねん。アップルパイ。アップルパイとかこのオレンジ、こっちは。はいはい、いや俺結構好きよそれ。あ、そう。俺この火通した果物系あんま食わんねんな。アップルパイは俺もそういうタイプでしたけど、うん、食べたらそういうことねってなる。昔うちのおかんが1回だけ、うん、後にも先にも1回だけ焼きリンゴを家で作ったことがあって、おうおうおう、くっそまずかったで、あの料理下手じゃないねんけど、うちのおかん脳みそがついていかんかったんやろうな、その当時。小学生低学年ぐらいやったから、火通ったあったかい変な甘さのするリンゴっていうのでも初めてマジでおかんの飯食われへんかった。焼きリンゴはやっぱ最初は意味わかんない。そうやろ、脳みそがついていかへんかって、その印象があったから、やっぱもうあんまりな。マクドのあのアップルパイはまあ食べんねんけど、でも俺そのファミマだったかな、アップルパイのデニッシュ出してる、アップルパイデニッシュとこで食べたのよ、た時に、あ、うまっと思って、アップルパイってだから人気なんやって俺は納得しました。大人になるまでは食べず食わず嫌いみたいな感じでちょっと敬遠しててんけど、ちょっとこっちのより行かない、行かない。そっちは瀬戸かのオレンジの方行ってみます。瀬戸さん元気かな。元気やろうな、スマイルの瀬戸さん、てか俺セヤネンをさ TVer で見れるようにしてほしい。俺もめっちゃ思うそれなあ、うん、見たいな。セヤネンの午後からの1時間のあのロケブロックだけでもいいから、うん、TVer で流してほしい。分かる、めっちゃ見るから。瀬戸か、思ってるより全然うまい。あ、瀬戸飛鳥さん。よう分かったな。嘘でしょ。瀬戸飛鳥さんしか。よう分かったな。いや普通に言ったら背筋ゾーってしたわ今。金八先生やけど、瀬戸か食べてるから瀬戸飛鳥さん。マーマレードやな。ああ、マーマレードね、うん、なるほどなるほど。これはうまいわ。でもマーマレード風になってるってことね、うん、これはでも理解できるから。マーマレードって昔からあるから、うん、これはでもうまいわ。デニッシュ感と合う、うん、ジャムね、うまい、はあはあ、はい、マジで。どう、午後1時間だけせやねん TVer で流すしてまだ言うてんのかい。森下に言うようなところで何にもなれへん。言っといてくれ、森下の方から。スマイルさんのお庭を見たいねどうなってんのか。スマイルさんのお庭ロケを見たいね。見たいね。でも見られへんねん TVer で。
2週間に1回1トンぐらいの砂利運んで果てすんねん。でたまにスマイルさん会うたびにムキムキになっていってんね、仕上がっていってんね体も。これ好きなワード全部入ってる。塩バニラホイップサンド。塩って入れるのいいね。塩とか生とか、あーいいね、島とかね、あし島らっきょうとか言われたやつ。俺あの淡路島で見かけた、それに島おかしいやろって思うの一個あってんけど、うん、島ウインナーって言うどういうの全然何が入ってんのか全然想像つかない。島ウインナー、うん、浜大根ってなってる、ね、浜大根な浜大根はまあまあ海辺の大根かなという、うん、いただきます。うん、ホイップ届いたもん。ホイップちょっと届きました。あ、塩味はちょっと感じるの。なるほど。中に結構入ってる。うん、外側は普通の感じだけど、中に塩っぽいのが多分クリームの外側に来てんちゃうかな。で、クリームの甘みがやってくるみたいな。なるほど。うん、しょっぱ甘い感じ、塩甘い感じ。うまい。普通のホイップパンよりはええってことだ。そう、塩っ気あった方がやっぱりなんかおしゃれな感じするやん。おしゃれのお店って塩なんとかって言うから、うん、わあ、牛肉プルコギパンか粗挽きアイガモフランク。アイガモなんや、珍しいな。アイガモなんやってどういうこと。アイガモのソーセージなんか使わへんよフランクフルトに。アイガモってな、まずアイガモ、カモ、カモのことをアイガモって言ってんの。アイガモ、アイガモ、お米の、うん、とこで泳いでるのがアイガモ。あれどっちにしようかな。肉フェア、 どここれは。これはローソン。ローソンさん、牛肉プルコギパンはまあなんとなく想像するから粗挽きアイガモフランクにしよう。カモは使わない。カモは使えへんで、ジビエ系で唯一食えのカモやろ。カモ、あの大黒町にあったカモ、カモ南蛮のつけカモ、はいはい、つけカモそば、そばめっちゃうまかった、ね。めっちゃカモという感じではない、まあ、カモやなって思うけど、うん、あ、ちょっとピリ辛やね。水こしょうかな。あ、うまい、まあ、普通にうまい、うんうん、満腹です。満腹になってきました。あとはね、森下が全部食べますスパイシーピザパンもちょっといっとこうかな。スパイシー好きやな。スパイシー好きやから、俺にスパイシーと言わせれるかどうかやな結構辛いの好きやから俺。そんなにでもめっちゃ辛いとかしないでしょ。うん、うん、俺からすると、うんうん、こんなもんああ、うん、そんな辛くしてないってことね。まあうまいよ、しっかりうまい、うん、いややっぱコンビニのパンで激辛とかされたら、うん、食べれないからね、うん、程よいスパイシーさとかね遠いな、ほのかな。お腹いっぱいになりまして、はい、ごちそうさまです、うん、まあ、今日ヘイタクシーこの後あるんで、うん、内田さんとか島田さんとか、うん、食べるでしょ。あと森下がね、森下それを見越して大量に買ってきてるから。うわー、枝豆チーズパンか。あ、見つけてる、興味あるの見つけてるな。なあ、おー、そうなんだ。ちょっと一個ごめん、行くわ行くわ。行ったね、もち麦パンってやつですね。どう？うん、うまい。粗挽き黒胡椒が効いてるから。じゃそれこそほんまお酒に。ちょっとビール飲みながら、前言ったあの俺がパンを当てにするって言ってたコメント欄でもちょっとハテナが多かったんやけど、うん、パンをかじりながらビール飲むとか、あれにちょっと向いてる感じする。オリーブオイルつけたりしてね。なんか大きいな。知ってる知ってる、オリーブオイルつけるっていうやり方。おしゃれパンね。おしゃれパン、あのやり方ね。昔あの日程の売れチャレでやったさ、前、うん、パンの企画の時いろいろこっちがパン考えて、うん、本職のパン屋さんと勝負するみたいな、はいはいはい、あの時にホラン千秋さんが考えたチーズ実山椒パンっていうのがあって、うん、俺あのパン超えるパンまだ食べてない大絶賛してた。どうにかならへんかな、あのパン。あれはお酒飲まない俺からしたら結構パンチ強めやってんけど、お酒飲む人たちはちょうどいいやんっていう。あれもっと山椒でもよかったしあれ食べたいわ、あれが一番うまかった。チャンネル登録お願いします。ホランちゃんめっちゃ飲むんかな。
ホランちゃん。ホランちゃん。ホランちゃんって言うて。ホランちゃん、ホランちゃん。ホランちゃん。ホランちゃんって言うてんの。ホランちゃん。あんな声キリッとしてニュースキャスターやってる人のことホランちゃんって。あれホランちゃん。はい、ごちそうさまでした。はい、お腹いっぱいです。はい、皆さんも食べてみてください。はい、ごちそうさまでした。